半世紀生きたもん働きたくない。イランです。ナス。今日は10月10日木曜日のお昼12時です。それでは今日も一日よろしくお願いします。昨日9日の支出ですが、昨日は3079円となっています。お昼ご飯は、牛丼食べたんですけど、これ LINE Pay のチャージ分から払ってます。で、スーパーで買い物が現金払いで1224円で、ヨドバシカメラで買い物しました。これが1855円です。テレオミニジャックと標準プラグの、ラインかな？オーディオコード。これと、このカメラ用の、そのアクセサリーですね。はい。これを買ってきました。これと、合計が1855円って言ったんですけど、これ、ヨドバシカメラのポイントも使って、溜まってたポイント全部使って、はい、買いました。預金残高は785万6205円です。今日の3時のやつはロールケーキ、ちょっと昨日開けたんでジップロックに入れてますが、ロールケーキとなんか多いもの、これなんや、ふんわり名人でいいかな、越後製菓のお菓子です。いただきます。これ昨日食べたんですけどね、なんちゅう食感がすごい柔らかいんですよ。もう歯で、歯いらんぐらいすぐに砕けるんですよね。柔らかくて、で芋の甘みがあって、まあ美味しいですよ。すぐ溶けていっちゃう。ホームセンター行ってきていろいろ買ってきました。まずこれクーラーボックスですね。これが、値段1480円。炭です。これは着火剤入りだったよ。なんか簡単着火済み、着火機能付きか、着火機能と穴開いてるんですね。これが、298円で、これが万能トングですね。248円。先端バサミ200円です。で、合計2448円です。はい、今日の晩ご飯は、昨日作ったカレーの残りです。では、いただきます。今日10日の支出は、昼間言ってた、ホームセンターでの支出2448円です。はい、晩ご飯にポテトサラダ買いに行って、コンビニに、あとなんか水と、酒のあて買って600円ほど使ってますが、これは PayPay のチャージ分から支払ってます。預金残高は785万3757円です。だからそれにされてしまうだけなんです。それをされてしまうだけの話なんです。11日金曜日のお昼12時です。じゃあ、お昼ご飯というか朝ご飯というかいただきます。そしたらもうそろそろちょっと準備して今日は大阪の方に行ってきます。夜にエデン梅田で、エラテンバーが開催されるのでそれに行ってきます。動画ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ピレヤンでした。